岡田監督びっくりコメント。佐藤が4安打3打点の活躍、打つ時の姿が良くなったと言っていたが、うなあ今日なんかな、甘い球な、おお打ち損じせんとな、打てるよな、熱掴んだと言ったらと言われていたが、いやそら掴むのは本人やからな、俺は分からへんけど、うう右方向への打球が多い、ポイントいいんちゃうなあ、おお今年広島戦は打ってなかった、いいアピールになった、おおまあそうやな、でもあんまり好き嫌いと言ったらおかしいけど、得意とかあんまり、そらずっと試合に出るんだったらあんまりそういうのは作ったらあかんわな、得意不得意というかな。ノイジーが日本塁打、ここから先に向けてどうしたんやろな、なんか比するものがあるんかな、おおびっくりしたわ。俺は昨日は小野寺が活躍、 CS に向けて左翼をどう見ているか、いやいやそれは一応ノイジーがずっとやっていたわけやから、まああかんかったらいつでも小野寺扱えるしな。ノイジーは見ていて変わった部分があるか、いやわからんわ、わからんよ。大竹は広島戦にめっちゃ強い、なんかあれ勝率もあるみたいやな、抹消しようと思ってたんやけど、13勝だから、あとな2回投げられるからな、だから抹消せんと、だからまあそら相手次第やけどな、だからもう今日なんか5回で球数少なめでして、またちょっと次の登板っていいかな、チャンスがあれば投げさせたらええと思うけどな。カープ相手にずっといい、そうやな、だって0点台やろ、防御率笑い6試合7試合投げて0点台言うのはすごいよな、だからそらお前最初の頃はずっと右利き取ったけど、まあそら相性とかでな、本だけあって右が打てへんから来ないして左打線やってるけど、それでも打てへんもんな。 CS で対戦するかもしれない相手にそういう外傷も、そら当然当然それはな。守りが今日はちょっと、おいやなんでかしかし、グラウンドもしかしな、ボコボコ跳ねとったなって、何か詰まった当たりとか変な当たりばっかりで顔に当たった。中野が大丈夫でよかったわ。みんなな、大山の時も打球がごっつ跳ねとったよな。主力は今後も起用していく、そうやな、まあ半分とかな、休ませながら行くつもりやけどな。中野はフルイニングって言っとったからな、実戦感覚をキープしたままポストシーズンに終わってからもまたあるからな。1日終了の18日 CS 初戦やろ、2週間以上あるから、今みんなにフェニックスとかいろんなあれでうまいこと実践できるようにな。そうじゃないとあんまり長すぎてもな、みんなでフェニックスに行く可能性も、いやそれはちょっとコーチに言うてあるからな、まだどういう形になるかわからんけど、だからそんな社会人チームとかと練習試合してもな、やっぱり難しいわな。紅白戦では難しいか、いやいや無理無理、選手も久しぶりに家に帰れる、久しぶりって3日ぶりやん。最後のツッコミに岡田監督の冷静さが垣間見えるわ。何もかもうまくいって優勝して、佐藤輝も覚醒してノイジーまで覚醒、行き過ぎやろ。ノイジーは日本の野球に慣れた2年目に覚醒するかもしれんぞ、まだ若いし放出して他球団に取られてトラキラーになられるのが一番厄介なあ、ほんまにな、熱。松田はほんま欠陥球場、ノイジーがレギュラー、小野寺は控えが改めて岡田監督から明言されたな。なんか岡田がテレに普通のコメントしだしててビビるわ。